ただいま札幌の大倉山ジャンプ台の方に来ております。札幌オリンピックミュージアムもね、上にあるということでね、今から、この中にあるエスカレーターに乗って上に参りたいと思います。エスカレーターをご利用の際は確認する前に黄色い線の内側にお乗りください。はい、札幌オリンピックミュージアムに来ました。今回これあれですね、札幌を、2020何年だかに、開こうとしてる、それのミュージアムかと思われます。おお、飛んだ。これ皆さんに見えてるんでしょうか飛んだところすごいです。生で見たのは初めてです。イエーイ。いや、あ、次々と飛びます。あ、もうちょっと寄れればよかったのに あ、飛ぶのかな、どこかな。あ、今動き出しました。で、あそこ、あ、飛び出した。すごい。うおーおおいや、生で見たの初めてです。すごい。こいちゃった。こいちゃった。うわ、ピントが全然合わない。138メーター50。これか、ここらが限界か。ゲートが20番ゲートです。87メートル、20番ゲートです。このぐらいじゃないと無理だ。ピントが合わない。再開いたします。78番、清水デルヒ、雪印めぐみ族。あ、社会人の人も出てるんだ。あ、そういうことか、なるほど。はい、ジャンプの大会をやっている、大倉山、こちらから、札幌市街を眺めると、白い雪の街が一望にできます。